りです。今日もドバイからね、はい、2人で投資よもやま話、はい、もうパート3になります。パート3だね、はい、これ本当奥が深くて、いろいろ私も反省することも多いし、はい、なんかいろいろね悩ましいことも多いんだけど、はい、まあ、前回マリちゃんに聞かれたじゃない、はい、どういう判断基準なの、うん、そうですね、うん、で、はい、うん、前回はね、どういう人が怪しいのっていう話質問したんですけど、うんうん、ちょっとじゃあ今回は、うん、じゃあどういう人なら信じられるのっていうこと聞いてもいいですか。私ね、はい、その、まあ、3人ね、その出そうとしてきた人たちから学んだことは、はい、フルネームを隠したりとか漢字を伏せたりとかね、うん、名前の、うん、なんか、あ、本名ってこと？そう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 、ほうほう、あと住所を絶対言わないの。あ、うん、だから住所を言う人とか、うん、家に呼んでくれる人は信用する。ああ、そういうことですね、うん、私ほらすぐ家に呼ぶじゃない。そうですね、うん、はい、で誰でもすぐ家に入れて、うん、大丈夫なのって言われるぐらい、うん、すぐ家に呼ぶじゃない、はいはいはい、でだけどなかなか家に呼んでくれない人っているじゃない。しますね、仲いいのにみたいな。そうそうそう、確かにあの辺っていうのは言ってくれるんだけど、うん、おいでとは言ってくれないって、うん、で人も信用して、はいはいはい、うん、でもやっぱりその大きい額のね投資をするにあたって、うん、その身分証明を見せてもらうとか、うんうん、そういうのってやっぱ必要ですかね。それ聞いてみて、うん、なんかいや今持ってないんですよとかってごまかすようなことがあったら、ちょっと目の前で、うん、パスポートなり免許証なりを見せてくれる、うん、で写メ撮っていいですかって言ったらいいですよっていう人は、うん、まあそんな悪いことしようとはしてないかなとは思いますけどね。そうですよね、うんうん、であとはもう直感だよね、人と人とのフィーリングというか、うん、はいはい、あ、この人は信用できるなっていうのを、うん、直感で感じた人っていうのは、うん、その後なんかトラブルとかがあったとしても、はい、最終的にやっぱり信用できるんですよ。うん、確かにそうですね、うん、私もだから今で言うと、うん、まあ、例えば自分がのビジネスをこう教えてくれてた人と、うん、まあ、例えば舞さんとかから、うん、来た話はもう乗ろうと、うん、まあ、そういうようなこう自分の要は自分が今まで、うん、投資の経験がないから、うん、やっぱり投資をやってて成功してる人の言うことを聞かないことには、うん、これは始まらないと、うん、っていうことでこれやるけどやるって、うん、やるなじゃあ同じのやります、うん、っていうのしか今自分で選択する能力がないんで、うんうん、それしかないんですよね。でもそれってすごく大事なことで、はい、100% じゃないんだけど、うん、自分で判断するよりかは率が高いんですよ。打率が上がるみたいな、うん、そう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 、はい、で、まるちゃんほら詳細聞かないで私がやる、はい、なんか言ったら「愛知やります」って言うじゃない、うん、はい、で真由姫さんっていう方が、ね、はい、有名なね FX の女王、はい、の方がセミナーでねよくおっしゃってるのが、うん、一番最初その若い時に、うん、お金持ちの言う通りしたらお金持ちになれると思って、うん、お金持ちの言うことを二つ返事で分かんないから、はい、その通りやったって、うん、よくセミナーでおっしゃってて、あ、そこがああいう風にね大富豪になられた、うん、秘訣なんだなってすごい思ったのね。で成功しない人っていうのは、はい、なんだかんだでもこうだ、うん、ああだとか、うん、あとはその例えば3つ言われて3つ言うこと聞いたけど1個失敗したら、うん、もう鬼の首でも取ったようにそこばっかり成功した時のことは忘れちゃって、うん、失敗したやつばっかりそこばっかフォーカスする、うん、はい、でも投資って前も言ったように、うん、一生9敗なんですよ、はい、だからこれもこれもこれもやんなって言って、うん、10個やって1個当たったらそれはもういい方なのね、うん、それ以上の確率だったらもう万歳なのね、うん、だから1個その失敗したのがあって目くじら立てる人は投資に向いてないから、うん、絶対投資しちゃいけない、うん、やめた方がいいですね、100発100中なわけないんだもん、うん、確かにそうですね、うんうん、でしかもまあ余剰のね、うん、お金でやらなければいけないと、うん、有り金はたいてやっちゃいけないと、うん、ですよね、で例えば、今だったらね、うん、まあ、今やってる舞さんいろいろ現物もね、うん、いろいろやってると思うんですけど、うん、何が一番おすすめですか。今時期的なもので言ったら、うん、今時期的なものは私はドバイの不動産と、はい、あと金の現物で、あ、金そのいろんなね、はい、いろんな詐欺の話を経て、はい、まあ、本物にたどり着いて、はい、今私はもうそれに集中してるわけなんですけど、はいはいはい、まあ、その金ですよ
ね。やっぱ金っていうのは価値が下がらないものだから、はい、長期保有みたいなイメージで考えて持っていくといいんじゃないかなと思います。マリさんがやってるのっていうのは、うん、その金を実際買って自分で手元に置いておくんですか？うん、違う。あ、違うんだ。それはそれでリスクなんですよ、はい、泥棒入られたりとかね。確かに。あとなんかあった時に、うん、良くないので、はい、もし持ち運ぶように持っとくんだったら、うん、アクセサリーの形になってて、うん、バババっていっぱい身につけられるようにしとかないと。あ、ジュエリーでってことですね、うんうん、なるべくそのデザイン料が、うん、乗ってない、うん、宝石がついてないやつ、うんうん、チェーンとかそういうのがいいけど、うん、はい、そうではなくて、うん、まあ、ちょっとある本物のね、はい、投資を見つけたので金のね、うん、まあ、私は それをずっと長くやってますけど、うん、はいはいはい、なかなかそういう本物に出会うってことはないのでね、うん、大事にしてるんですけど。あ、そうなんですね、うん、結構それはこう自立がいいもんなんですかね。いいですね。いいんですか、うん、いいですね。あ、じゃあ、まあ、もちろんの話ですけど、うん、日本の銀行に置いとくよりはお金を、まあ、金にして、金にしてというかその金の投資に入れた方が、うん、金はね売ったり買ったりするの。あ、売買、うん、売買で出た利益のナンバーとか入ってくる感じ、うん、そう。あ、じゃあ、まあ、取引の回数が多ければ多いほどとか。そうそうそう、だから FX は画面上だけだけど、はい、金を本当に売ったり買ったりするんですよ。それを代行してくれる人がいて、はい、まだ お願いしてるって感じですよね。すごいですね、うん、でもなんか金確実な感じがしますよね、うん、でもこれも海外にいろいろ出なかったら出会わなかったし、うん、あ、確かにそうですね、うん、だそういうなんかいろいろそういう詐欺みたいなやつを経て、うん、やっと巡り合った本物なので、そういうものはやっぱり大事にして、うん、ずっと長く続けてるって感じかな、はいはいはい、やっぱり日本にいる方ってそのネットで情報を探すってことがすごく多いじゃないですか、うんうん、だけど私たちはまあ海外に実際自分で足を運んで、ね、でまあ、いろんなことを聞きながら自分の目で見てね、はいはい、これはいいねとかってね、うん、不動産でもそうですけどやるんですけど、うん、まあ、でもそれでもそのネットでしか情報が取れないとか海外行けないっていう方は、うん、やっぱり信頼する人からの情報を信じるしかないみたいなのもあって、うん、まあ、私も勉強不足なんで、うん、マリさんの意見っていうかね、うん、マリさんがいいっていうものはじゃあやってみようっていう、うん、私もマリちゃんの経済状況を見ながら、はい、私がやっているものの中でマリちゃんが適しているものを言ってる。あ、そうですね、つまり、はいはいはい、そういう形でマリちゃんは素直だからさ、はい、アドバイスしてもらいながらね、うん、やって、まあ、ね、徐々に増やしていくっていう形が自然、うん、でもその金のね話はすごくいいですね、うん、そうだね、はい、教えるね。あ、ぜひぜひ、うん、じゃあそれスタートしてみて、まあ、私の方もよかったら私からもこう、うん、いいよっていうおすすめをまたね、うん、するかもしれません。まあ、そんなにねちょっとね大きい声で言えるもんじゃないので。あ、そっか、親しく信用できる少数の人だ。はい、じゃあこそこそっていうね、うん、じゃあ教えて差し上げようかなと、うん、はいはい、思います。はい、はい、ということでちょっとだいぶ秘密暴露しちゃった。そうですね、金の話はいいこと聞きました、ね、はい見てる皆さんも今回はお得な感じでしたね。そうですね、はいということで、はい、まあ、まだいろいろありますけれども、はい、今回の投資話は第3話でお話ししたいなと思います、はいはい、チャンネル登録はこちら。他にもインスタやツイッターやってますのでぜひ登録してください。ご視聴ありがとうございました。